セレブ同士でもチューが嫌な人はいるみたい。ウォッチモジョジャパンへようこそ。今回は私たちが選んだ俳優が共演者とのキスを拒んだ時トップ10です。このランキングでは映画の撮影中に俳優がお相手の俳優とのキスをためらったもしくは拒んだと言われている瞬間を見ていきます。ちなみに完成作品のためにちゃんとキスはしたけどもともと拒んでいたという人も対象です。第10位、リース・ウィザースプーンとロバート・パティンソン。リースとロバートは仲が悪いわけではないのでどうぞご安心ください。実際リースはロバートのことをとても素敵で本当に優しい男性だと言っています。なので共演者として認めていることは間違いありませんよね。ただラブシーンの撮影日にロバートが風邪をひいていたので唇には触れたくなかったそうです。リースはパティンソンについてラブシーンの撮影日に風邪をひいていた今までの共演者の中で最もひどかったと語っています。しかし最終的に彼女は意を決しました。タンディ・ニュートンもロックンローラーの撮影中同様の苦境に陥ったのですが彼女はリースと違い共演者のジェラルド・バトラーとのキスを最後まで拒否していたようです。第9位、シェイリーン・ウッドリーとマイルズ・テラー。今輝く時2の撮影中シェイリーンとマイルズはよくわからない他人の食べ物や飲み物を勝手に味わっていました。 Oh my god. Yeah. Ew. Yeah, I know. Wow. I know. マイルズは雑誌のインタビューでお互いの気分を害するためにいろいろ食べたりしたと語っていました。キスシーンの前にマイルズはスポーツ飲料のゲータレードやリコリス、シェイリーンは泥のような味がするらしい漢方薬のサプリを飲んだそう。マイルズによるとそれは最悪、ご想像通りあまり燃え上がらないキスシーンだったようです。2人曰くハリウッドは最高なんですって。きっと楽しかったんでしょうね。第8位、ルーク・グライムスとネルサン・エリス。トゥルーブラッドで共演したルークとネルサン。ネルサンはレギュラー出演のラファイエット・レイノルズ役、ルークはシーズン6から登場するジェームス・ケント役を演じました。シーズン7でルークとネルサン役は急接近し肉体関係へと発展します。しかしこれはルークにとって度が過ぎていた模様。キャラクターの方向性の都合で番組を降板したと報じられました。 Don't worry, okay? I'm not doing anything. これにはネルサンの怒りが爆発。彼はインタビューでゲイの役はしたくないと言って去るなんてひどいことだと語りました。報道によれば HBO、キャスト、脚本家たちは同様にルークの決断に腹を立てていたようです。ルークの役はネイサン・パーソンズが引き継ぎました。第7位、ジャネット・ジャクソンとチューパック。Besides, I ain't got time for no man in my life right now, okay? Thank you. これは少しややこしい話です。ハリウッドの伝説的作品は、トゥーパックがエイズ検査をするまでジャネット・ジャクソンはキスを拒んでいたと述べました。ちなみにトゥーパックは遊び人でおなじみです。What do you want from me? Think you kinda fly. Shit. ラッパー兼俳優のトゥーパックは1990年代のインタビューでこのことを明かし、約4名から検査を受けるように言われたと語りました。I said if I could make love with Janet Jackson, I'd take 4 AIDS tests.この映画からしばらく経った2015年、トゥーパックの義理の兄、モプリームはブラッド TV でこの話を認めました。しかし同じ頃、ジョン・シングルトン監督は噂を否定していたようで、全てはキャスト内の冗談だったのに、それが巷に流れ出たと主張しました。どちらを信じるかはあなた次第です。No one made a mistake, but everybody makes mistakes. 第6位、レイチェル・マクアダムスとライアン・ゴズリング。確かな話といえば君に読む物語のレイチェル・マクアダムスとライアン・ゴズリングは仲が悪かったことです。キスシーンは論外だった上、どうやらライアンはレイチェルを降板させようとした模様。別の日にはライアンがニック・カサベテス監督を呼び出し、自分が集中できないからと台本読みの際はレイチェルの代わりに他の女優を探すように頼んだと言われています。 I'm leaving town. Leaving? Yeah. When? Now, right now, like today. ライアンが言うには彼女とは無理だったそう。これにより監督は即興のセラピーを開始。ライアンとレイチェルに議論というより口論をさせたそうです。 Now I hate you, you son of a bastard. その後ライアンとレイチェルはデートに行ったほどセラピーの効果はあったようです。そして映画公開から1年以上経った後に交際が始まりました。第5位、ジュリア・ロバーツとニック・ノルティ。アイラブトラブルはジュリア・ロバーツ出演映画の中で上位には上がりません。ノッティングヒルの恋人やエリン・ブロコビッチほど耳にもしませんよね。この映画に対して主に囁かれたのは主演のジュリアとニック・ノルティの相性が悪かったことでした。
2人は舞台上でも舞台裏でも敵対同士だったようです。It's gotta be something big if both the Globe and the Chronicle are in bed together on it. I wouldn't say we're exactly in bed together. ジュリアとニックは撮影中に不仲だったことを隠していません。いくつかのシーンを共に撮影することにお互いが拒否したとまで報じられています。後にジュリアはニックを完全に嫌なやつと呼んでいたようなので、キスなんて論外だったのでしょうね。I was just waiting for the proper moment, that's all. Which is gonna be when, Professor? When you finally get me in the sack?第4位、リンジー・ローハンとチャーリー・シーン。物議を醸し出してきたスターの2人が共演したスケアリームービー5は話題となったに違いありませんが、それは思わぬ理由からでした。台本にはあるシーンで最低3回のキスがあったと言われていますが、チャーリーの過去の行いからリンジーは懸念を口にしていたようです。 You sure we're alone here? Feels like there's somebody else in this house. Do you hear that?リンジーが具体的に何に恐れていたのかは確かではありません。とにかくプロデューサーたちは黙って従い、2人のキスは排除されました。2人のキスシーン撮影には替え玉を使ったそうです。 I think I better go. リンジーとチャーリーの唇が触れ合うことは最後までありませんでした。しかしこれでチャーリーがリンジーを嫌うことは微塵もなく、後にリンジーが税金問題に陥った時、チャーリーは10万ドルをあげて助けたそうです。第3位、ウィル・スミスとアンソニー・マイケル・ホール。1993年、私に近い6人の他人という映画で腕試しをしたウィル・スミス。ウィルの役はポールというゲイの詐欺師で、とあるシーンではアンソニー・マイケル・ホールとの情熱的なキスを要されました。しかしウィルはこのシーンの撮影を激しく拒絶し、苛立ったフラット・スケピシ監督は代役を用意せざるを得なかったようです。ウィルはこれを後々反省し、この映画へ芸術的に身を委ねることができず、感情が定まっていなかったと語っています。それと共演者、監督、脚本家たちに対する自身の態度も悔やんでいました。第2位、ジュリア・ロバーツとデンゼル・ワシントン。かわいそうなジュリア・ロバーツ、再びランクインです。しかしこれは全てデンゼル側の問題でした。ペリカン文書でデンゼルはアフリカ系アメリカ人女性への敬意に反するとして、ジュリアとのラブシーンを拒否したと記者のアリソン・サミュエルが自身の著書で明かしました。もちろん差別的な意味ではありません。ワシントンは黒人女性には普段映画で見るほどの欲望はない、自分を見てくれるのは主に彼女たちだと語っています。そのため白人の美女と言われるジュリアとのキスを拒否したのです。There's a lot of speculation that this woman is a figment of your imagination. 動画の続きをご覧の前に、ウォッチモジョジャパンをチャンネル登録して最新の更新情報を受け取ってください。通知の頻度はお選びいただきます。第1位、ブラッド・ピットとケイト・ブランシェット。ベンジャミン・バトンの撮影中、ブラッド・ピットは当時の恋人アンジェリーナ・ジョリーにベタ惚れでした。どうやらそれは共演者やクルーたちに支障をきたしていたようです。You haven't been with many women, have you?Not on Sundays. 雑誌テレグラフによると、共演者のケイト・ブランシェットはブラピのベタ惚れ具合は気持ち悪かったと冗談交じりに言っていたそうです。これはこの映画では赤髪だった美人のケイトとのキスを拒んだブラピの決断に対してきっと何か意味していたのでしょう。 Our lives are defined by opportunities. Even the ones we miss.どうやらアンジェリーナ・ジョリーを嫉妬させたくないブラピはもともと女優とのキスを拒んでいたと報じられています。ですが結局彼は説得されたようで、シーンは予定通り撮影されました。いかがでしたか？ウォッチモジョジャパンの他の動画もご覧ください。チャンネル登録をしてベルを鳴らし、最新の更新情報を受け取ってくださいね。